そうですね、今日はまず、まあ、勝てたっていうことが良かったなと思うんですけども、まあ、ホーム2連戦で、まあ、次はアウェーなんですけど、まあ、この2試合勝ってアウェーに行けるっていうのはチームとしても非常に勢いを持っていけるので、それは良かったかなと思います。そうですね、まあ、1点目は、まあ、先制点だったんですけども、まあ、最初始まっていい時間で点が取ることはできたかなと思います。まあ、11番のタッキー君からまあいいパスもらっても落ち着いてキーパーと1対1を決めることができたと思います。と2点目は、セットコーナーからだったんですけど、まあ、聖夜からまあいいパスが来たので触るだけでした。そうですね、まあ、失点の部分は、今日の失点は、まあ、僕らのセットのところで起きてしまったんですけど、まあ、スコア自節に向けてもっとこうした方がいいんじゃないかっていうのをちゃんと話して、まあ、改善できていけばなと思います。今日も応援ありがとうございました。すごいホーム平沼でそのたくさんの方に応援していただけて本当幸せですし、僕らもすごい気持ちが高ぶるので、もう今日もありがとうございました。